I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか？誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。
私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場、それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている？私は池に浮かぶのが